てめえら、どの面下げて帰ってきた。てめえらを保釈させるのにどれだけのミラを使ったか。議員どもに鼻薬を効かせるのもただじゃねえんだぞ。すみません、若頭。まさかあんな場所に警察がいるとは思わずに。特務支援課と言ったか。バビオ、モラ、てめえらが下手を売ったのもそのガキどもだったな。はい。その旧市街のガキどもも含めてですが。聞けば女子供を集めた新米どもだそうじゃねえか。そんなガキどもに遅れを取ってプロとして恥ずかしくねえのか。いえ、この落とし前必ずつけさせてもらいます。聞けばあのガキども中央広場の外れにあるボロビルを拠点にしているみたいで、お許しさえいただければすぐにでも殴り込みを。バカ野郎、警察のガキどもなんぞ、いざとなりゃ何とでもなる。俺たちが潰さなきゃならねえ本当の相手はヘイレ、あの忌々しい東方人外からの手先だろうが。それはまあまあ、ガルシア、そう生きり立つものではない。会長ですが。確かに先日連中のせいで共和国方面のルートの一つを失ったばかりだ。だが我々の背後にはあのハルトマン議長がついておる。このクロスベルにおいて我々の優位は覆しようがなかろう。ですがあの男だけは危険です。国威で身を包んだあの男だけは。お前を翻弄したという資格か。百戦錬磨の元両兵をあしらうとは相当の手だれのようだな。さあもさぞ大枚をはたいたことだろう。会長、まあそう心配せずとも兵ゆえの対策はしておるさ。運用権の目処もついたし、ここは遅れを取ることもなかろう。それより問題は来月に迫ったオークションだ。ええ、心得ております。いかに奴らが調子に乗ろうと今年のオークションだけは邪魔されるわけにはいかん。警察とビルがほっとけ。達成両方とも手出しはできん。くれぐれも兵ゆえにその資格とやらに邪魔されるよう万全の体制を敷いておくのだぞ。承知しました。よかった。なんとかここまでは。いいわね。イリアさん。スピードとタイミングはいいわ。あとは節目節目で抑揚をつけること。音楽に乗るんじゃなくて、踊りと演技で音楽を支配なさい。あくまで静かに、清らかに、月の姫ならではの威厳を持って。はい。だらしがないわね。と言いたいところだけど、
正直驚いてるわ。今まで誰一人私の稽古についてこられる人間はいなかったから。よく頑張っているじゃない、イリアさん。でも私やっぱり不安で、本番でイリアさんの足を引っ張ったらどうしようって。大丈夫、あんたには素質があるわ。それこそ将来私をこのイリア・プラティエを超えられる可能性を持っている。私の目を信じなさいっていうの。なんだか全然実感が湧かないっていうか、イリアさんを超えるなんてそんなの無理に決まってますよ。ふふん。まあ私も簡単には抜かれるつもりはないし、だから一刻も早く私のいるところまで上がってきなさい。私と本気でやり合えるライバルの卵くらいにはなりなさい。はあ、無茶言わないでくださいよ。どうして私こんなところにいるのかしら。今頃クロスベルを出て故郷に帰っているはずなのに。ふふふ、私の稽古を見学に来て捕まったのが運の尽きだったわね。もう絶対に逃がさないわよ。うふふ、お母さん。あら、本当にバテちゃった？いえ、大丈夫です。そうじゃなくて、その自分の実力不足も不安ですけど、それとは別にあの手紙が。手紙？なんだっけそれ。イリアさんに送られてきたあの手紙のことですよ。銀とかいう人からの。ああ、あれ、バカバカしい、ただのいたずらでしょ。そんなのいちいち気にしてたらスターなんてやってらんないわよ。でもあんたも今度の公演でデビューしたら山ほどファンレターをもらうはずよ。中には変なのだってあるから適当に流していかないと。特にあんたの場合はその胸で男どもを釘付けにしそうだしね。なんか興奮してきたわね。ちょっとだけでいいから揉みしだかせてくれない？大丈夫、痛くしないから。エイド様。劇団長さん。あら、いたの？は？いたのはないだろう。遅くまでご苦労さんだが、少々稽古というには不適切な言動が多くはないかね。演技指導よ、演技指導。それよりリーシャ、今日はもう遅いから私のメゾンに泊まんなさい。こんな時間にあんな危ないところにあんたを返すわけにはいかないわ。別にそんなに危険ってところじゃないですよ。皆さんいい人ばかりで、越してきたばかりの私にも親身になってくれますし。それが下心だっつーの。血の気の多い小僧どもがただでさえ多い地区なのに、夜この魅惑のボディを見たら我慢できなくなる可能性はあるわ。うん、問答無用で襲うわね。それは君だけだろう。ところでイリア君、君に通信が来ているんだが。あら、ひょっとして彼女から。あ、どうする。もちろん出るわ。ごめん、少し外すわね。あ、はい。いつもと全く変わらないな。少しはあの手紙に動揺してるかと思ったが。ですから、どんな時にも金色の太陽みたいに目のくらむような光を放っている人。でもそれならなおさら
他の人が気をつけていないと。ごめんごめん、待たせたわね。ううん、気にしないで。大方お気に入りの新人の稽古に遅くまで付き合っていたんでしょ。ついでにイチャついて劇団長さんに呆れられていたんじゃないかしら。まさかそんなことあるわけないじゃない。それよりセシル、どうしたの？こんな遅くに珍しいわね。チケットが今日ちょうど届いてて、それでお礼を言おうと思って。ああそうだったの。まあお互い忙しいとは思うけど、できれば絶対見に来たよね。記念祭の初日だし、さすがに休みは取れるでしょ。まあ一応は看板女優の特権ってことで、セシルが見に来てくれた方が私も気合が入るからね。親友の前であんまりみっともない真似はできないし。相変わらず逆境に強いわね。というか逆境になればなるほど燃えてくるタイプなのよね。否定はしないわ。まあせいぜい上玉の男でもお飾りに連れてきなさいな。職場が職場なんだし、将来有望な男も多いでしょ。そうね。あ、ごめん。気にしてないわ。さすがにもういい加減吹っ切れてるから。そっか。そうだ、なら例の弟くんを誘いなさいよ。確かクロスベルに戻ってきてるんでしょ。ああロイドのこと。大丈夫かしら。忙しいとは思うんだけど、でもあの子多分イリアの舞台は初めてだろうし、ちょうどいい機会かもしれないわね。うんうん、そうしなさい。ああごめん、そろそろ夜勤の時間だわ。チケットありがとう。すごく楽しみにしてるから、稽古の仕上げ頑張ってね。ええ、セシルも頑張って。3年か。悲しみが薄れるにはまだ早いかもしれないわね。帝国方面の主要投資事業一覧、カルバード方面の各種相場一覧、レミフェリア方面の三大製薬会社の販売実績、リベール方面は新型オーバルエンジンの納入先一覧か。さすがクロスベル、一通りの情報は入ってくるわ。大量大量。いやー今回もちょろい仕事だったよな。データベースを適当に漁ってれば、お客の欲しがるお宝情報をゲット。まだセキュリティ意識が薄いから今ならやりたい放題だもんな。なんか人生舐めちゃいそうだぜ。まず冷えたらピザなんて食えたもんじゃないな。やっぱりピザも情報も熱いうちが一番ってことか。さあてと、ここから先はプライベートだ。 IBC の端末を攻略するか、キチリの正体を突き止めるか。はっ、なかなか楽しませてくれるじゃん。動力メール会計ヨナ・セイクリッド殿、貴殿の腕を見込んで相談したき儀あり。出どころはっと、どこかの大型端末を経由してじゃなさそうだ。高音区のルーターより転送。
英雄貿易講師。イエーイ。インカ。面白くなってきたじゃん。ただいま。帰ったぜ。あら、お帰りなさい。なんだ、エリーたちの方が先だったか。本部での簡単な書類整理の手伝いだけだから。それでティオちゃんとランチの用意をしていたの。お、俺たちの分もあんの？いい、簡単なパスタとサラダでよければですが。十分さ、ありがたくごちそうになるよ。それじゃあ二人とも手を洗ってきてね。そういえばロイドさんたちの方は交通整理の手伝いどうでした？ああ、結構面倒だったかな。違法駐車してる動力車を力任せで壁際まで移動させたんだ。歓楽街が多かったな。ちょうど公演前だから盛り上がってるみたいだったぜ。そういえば来月いよいよ公開されるのね。劇団アルカンシェルの新作が。金の太陽、銀の月だな。俺もチケット取りたかったんだが、あいにく来月分が全部完売でよ。再来月の公演の B 席がやっと取れたくらいだったぜ。アルカンシェルというのはそこまでの人気なんですか？確かに看板スターのイリア・プラティエといえば超がつくほどの有名人ですけど。そういえばアルカンシェルの演目は見たことがあるけど、イリア・プラティエの舞台は俺も見たことがないんだよな。やれやれ、不憫なことだね。この世には2種類の人間がいる。イリア・プラティエの舞台を見た者とそうでない者だ。バイ・ランディ・オルランド。そんな大げさな。でも確かにすごいわよ。なんていうか、一度演技を目にしてしまったら魂がわしづかみにされてしまうような。この世に天才がいるとすれば彼女は間違いなくその一人でしょうね。へえ。少し興味が出てきました。しかし最近回ってくる仕事が妙に多いとは思いましたが、それも原因の一つでしょうか？まあ、クロスベルの創立記念祭とアルカンシェルの新作のお披露目がちょうど重なってしまったから、例年よりも警察の業務が忙しくなっているんでしょうね。まあ、こっちに回ってくるのはもっぱら雑用ばっかだけどな。まあまあ、それでも一番最初よりは責任のある仕事も来ているしさ、クロスベルタイムズでも皮肉っぽくは書かれなくなったし。それでも未だに遊撃士とは比較されていますが、特にあのエステルさんたちと。はあ、そうなんだよな。あっちは二人だけなのに、なんであそこまで活躍できるんだ？他の遊撃士と連携しているから効率的に動けているのかも。私たちは4人だけど、他の課のバックアップはないし。いや、見たところ鍵はあのヨシュアって野郎だな。突っ走りがちなエステルちゃんを実に効率的にフォローしてるぜ。戦闘にしても仕事全般にしても息の合い方が尋常じゃねえ。加えて踏んだ場数の多さだろうな。ということは私たちもまだまだということですか？まあ俺たちだって十分成長してるさ。この前から頼りになる助っ人も来てくれていることだし。
そういやサイトは今日は見てないわね。昨日は屋上で一日中日向ぼっこをしてたみたいだけど。魔獣との戦闘になった時に助けてくれるのはいいんだが、一体普段何してんだか。彼は誇り高いですから。私たち人間の決めたルールに縛ろうとしても無意味かと。いや、警察犬として登録してる以上最低限のルールは守ってほしいんだが。しかし最初は周辺の住民に怖がられるかと思ったけど。まさか車の事故から子供を救っちまうなんてな。ハンドルを切り損ねてフェンスにぶつかった運搬車。最初何の音かと思ったわね。それで慌てて外に出たら引かれそうになってた竜をサイトが颯爽と助けてるし。いや、あのアリオスのおっさんといい勝負の活躍だったんじゃねえか。ですね。あれ以来西通りの人に特に人気ね。竜くんたちもすごく懐いているみたいだし。そうだな。ま、あんまりサイトの人気に頼るわけにはいかないし、俺たちは俺たちで頑張るとするか。賛成です。そんじゃ午後からは支援要請を片付けるとすっか。